今回のテーマは標準光源超新星 1A 型戦具天体の連星モデルが明らかにです我々の宇宙は今からおよそ138億年前に熱い火の玉の状態から誕生しその後の膨張とともに温度を下げながら現在に至る過程で多様な天体の階層を生み出してきたと考えられていますこのビッグバン理論は宇宙進化を描くのに 現在最もらしいモデルとなっていますなぜモデルと言っているかは観測的に測定してみないと本当はどうなっているかわからないからです理論モデルが最もらしくても観測してみたら全然違っていたということは数多くありますこの図のビッグバンモデルで実際に測定されているのは緑色で示した宇宙マイクロ波背景放射とダークエネルギーによる 加速膨張の箇所だけですビッグバンモデルの最も重要なインフレーションと呼ばれる宇宙誕生後の非常に小さい宇宙が急激に膨張する現象は観測的にはまだ確認されていません。今後宇宙マイクロ波背景放射の変更観測を行う日本の衛星計画ライトバードか近年新しい観測手段となった重力波もしくはニュートリの観測による検証を待つ必要が ありますインフレーションのあと宇宙の晴れ上がりとも呼ばれる宇宙マイクロ波背景放射が作られた後は光でも観測できる領域でさまざまな手法で研究されています暗黒エネルギーによる加速膨張する宇宙の様子は超新星 1A 型を標準光源とする観測により確認されていますこれら宇宙の観測で最も難しいのは系統誤差を評価することです 例えば、ビッグバンモデルを支持する3つの代表的な観測的な証拠の1つであるハッブルルメートルの法則を見てみましょう。ハッブルルメートルの法則は、銀河の遠ざかる速度、交代速度とその距離の関係です。交代速度は距離が遠いほど速くなり、その比例定数はハッブル定数と呼ばれています。この法則は 簡単なベクトル計算をしてみると、地球と個々の銀河だけでなく、銀河同士、例えば、この図の銀河1と銀河2の間でも成り立つことになります。つまり、宇宙の任意の2点は、常にその距離に比例した速度で遠ざかっています。そのため、宇宙が全体として、一応東方に膨張していると言えます。式だけを見ると単純な掛け算で表せられるため、非常に簡単に見えます。 ただし、実際に物理量を測定しようとすると、途端に難しくなります。遠ざかっていく速度、交代速度は、ドップラー効果によるスペクトル線のズレから測定できます。例えば、銀河を分光観測して、スペクトルを取ると、このような水素の気線が観測されて、遠ざかっていると、気線が赤外線の方向に変異していきます。この変異した量を測れば 速度が計算できますこの測定は物理的に疑いのない方法です。では、距離はどうでしょうか宇宙で距離を測定することは非常に難しく、この距離の測定の不確かさは実際にハッブルが行った測定にも表れています。この図は1929年にハッブルが行った測定です。ハッブルは当時 距離が測定できたと思っていた二十数個の銀河の交代速度を測定し、ハッブル定数を500と推定しました。現在の値は70ほどですから、実に7倍くらい大きなものでした。これは、ハッブルが用いていた距離の測定方法に誤りがあって、それが系統誤差となっています。系統誤差は、宇宙を絶対的に測る場合に気をつけないといけない誤差で、 ななかなか簡単に調べるこ,とができませんこの系統誤差は測定する方法や装置などにより生じるためその原理や道具をよく知る必要がありますつまり宇宙の距離を測る方法の原理や道具を詳しく知っている必要があります現在遠方宇宙の距離の測定には高度距離を求める方法が使われています宇宙の観測では 有限の速度を持つ光が使われているため、任意の2地点を同時に測定することができません。また、宇宙が膨張や収縮をしていると、光が到達する間に空間が変わるため、普段の生活に馴染みのある固有距離は使えません。そこで、天文観測と結びついた距離を定義しています。高度距離では、真の明るさが分かっている天体を標準光源として使います。 その標準光源の高度を L、観測される見かけの明るさ、つまりフラックスを F とすると、このような式で表せられます。DL というのが、高度距離です。この定義では、宇宙の膨張によらずに距離を決めることができます。距離が遠くなるほど、観測されるフラックスが小さくなります。つまり、暗く観測されます。可視光観測でおなじみの等級もフラックスを使って、定義された。 観測量ですこの高度距離を測定できれば宇宙の進化の様子を明らかにすることができますただし高度距離を使うためには明るさが分かっている天体標準光源を必要としますこの標準光源として超新星 1A 型が使われています実際に高度距離と赤方変移の関係を調べた結果宇宙が 加速的に膨張してていいることがわかっていますつまり速度を増しながらどんどん宇宙が膨らんでいることがわかりましたこの結果は2011年のノーベル物理学賞に選ばれていますでは標準光源である超新星 1A 型をどれくらい理解できているでしょうかつまり宇宙の距離を測定する道具をどれくらい理解できていて系統誤差が小さいことをわかっているでしょうか 実は、超新星 1A 型は、白色矮星がチャンドラセカール限界に達したときに関わる、爆発現象であることが確実になっていますが、実際に爆発する前の天体が、どのようになっているかは、よくわかっていません。つまり、千具天体を実際に調べてみて、白色矮星ではなかった場合、加速膨張する宇宙が覆る、可能性もあるわけです。白色矮星というのは、 軽い星星のの進化の最終段階でで作られる星です水素の豊富な外装を質量放出により失い、電子の縮対圧で支えられた中心核だけからなるコンパクトな天体です。チャンドラセカール限界というのは、縮対した絶対0度の電子の圧力により支えられる白色矮星の重さの上限値です。そのののため太陽の倍以上の白色外星は存在せず こののの重さの限界にに達すす。るるとと型の超新星、爆発に至ると考えられていますただし、爆発を起こす線部天体には、主に2つの説が考えられています。1つは、白色矮星と通常の星との連星系。もう1つは、白色矮星同士の連星系です。どちらの線部天体モデルが正しいかは、これまでに明らかになっていません。 今回オハイオ州立大学とハワイ大学の研究チームは超新星 2011FE を爆発から12年後に観測し戦具天体の特徴を明らかにしましたこの超新星は回転花火銀河とも呼ばれるメシエ101で発見されました地球から2100万年離れた近傍銀河で発見されたこともあり 1A 型超新星の中で最も明るく観測されました この超新星はパロマー天文台の自動的なサーベイ観測により発見されたことから爆発直後から詳しく観測されています実際に可視光での明るさの変化を見るとこのようになります横軸に時間で単位は日です縦軸が観測された明るさで単位は等級です BVRI というのは天文学の観測で用いられていた標準的なフィルターで B が青色で、I が赤色の波長に対応します。爆発してから急激に明るくなる様子がさまざまな色で観測されています。1A 型超新星の正確な明るさの振る舞いは、元になる星の金属量に依存します。そのため、爆発の直後からの精密な測定は、1A 型超新星のモデルを改善して、距離の推定をより精密にすることができました。つまり 加速膨張する宇宙を記述する暗黒エネルギーの理論モデルも改善することになりますただしこれまでの観測では爆発を起こした戦具天体を明らかにすることができませんでした最も直接的な探査は爆発前の高解像度の画像を使い銀河の中の星を分離し超新星が起こった場所にある星を探すことです このような解析には、ハッブル宇宙望遠鏡の圧倒的な解像度が威力を発揮します。しかし、ハッブル宇宙望遠鏡の爆発前の画像からは、爆発を起こした星や万星を特定することができませんでした。ちなみに、このような探査の機械は、金棒銀河で超新星が発生する必要があるため、ハッブル宇宙望遠鏡の解像度をもってしても、なかなか行うことができません。この解析から セング天体を特定することはできませんでしたがその明るさの上限値から赤色巨星が万星であることが否定されましたまた超大型干渉電波望遠鏡を使った電波の観測で衝撃波が確認されなかったため万星は主系列星と推測されていましたそこでセン具天体を明らかにするために研究チームは超新星を起こしていない片割れの星を 非常に感度よく観測することで探求しました片割れの星を探査するためには、超新星が十分に暗くなる必要があるため、爆発から12年後に、ハッブル宇宙望遠鏡を使い行いました。研究チームは、非常に感度よくするために、一つのフィルターだけに集中し、観測を行い、3 0に等級という圧倒的にディープな検出限界を達成しました。 実際にに観測された画像を見ると、このようになります。右側が今回取得された超新星から3.6、4.5、5.8年後に観測された画像では超新星が検出されていましたが今回の画像には映っていません明るさの変化を見るとこのようになります横軸が時間で単位は年です 縦軸が明るさですこの結果から超新星が十分に暗くなり片割れの星を探査することができるようになりましたが片割れの星自体も発見することができませんでした片割れの星を発見することができませんでしたが圧倒的なディープな検出限界が片割れの星を特徴づけますこのの図は先ほどの高度曲線を 超新星の爆風を受けた後の片割れの星の進化のモデルと比較しています。先ほどと同じように横軸が時間で単位は年です。縦軸が明るさです。黒の四角が超新星の測定値です。さまざまな星の重さのモデルがカラフルな破線で描かれています。どのモデルも太陽の重さの1.2倍よりも軽い星が考えられています。ちなみに、 もっと重い星であれば、もっと明るくなります。爆発から10年よりも短いと、超新星が明るく輝いているため、残された星と分離することが難しいです。ただし、10年も経過すると、片割れの星の方が明るく卓越して見えてくると予想されていました。つまり、今回、片割れの星が検出できなかったことで、このようなモデルは全て棄却されました。研究チームは、 30等級という圧倒的にディープな観測でも片割れの星が見つからなかったことで通常の構成が超新星の専部天体である連星の相手ではないと結論付けていますこの結果超新星 1A 型の専部天体が白色矮星同士の連星系である可能性が非常に高くなりました直接的に片割れの星の検出はできなかったものの徐々に 宇宙の標準光源の詳細が分かってきました。標準光源として使われる超新星のセング天体が特定されると、加速膨張する宇宙を記述する暗黒エネルギーの理論モデルへの改善なども期待されます。今後の進展が楽しみですね。この動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。